聖書を愛読します。ルカ2の13から14までです。すると、たちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していた。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アーメン。道会上先生の栄上説教、平安というメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、世で一番安らかな顔を思い浮かべてみてくださいといえば、どんな顔を思い浮かべるでしょうか。人によって違うかもしれませんが、一番多いのはお母さんのところ、お母さんの懐で寝ついた赤ちゃんの顔でしょう。厳しい世でいくら悲しいニュースが聞こえてきても、お母さんの温かい胸で聞き慣れた心臓の音と大衆の中で寝ついた赤ちゃんの顔には平安だけが満ちています。それですやすやと寝ている姿を見ると幸せを感じるのです。このようにあどけない赤ちゃんの安らかな顔を見れば、世の出来事で疲れた大人でも世に慰めと平安を感じるといいます。そして大人になっても、幼い頃抱かれていたお母さんの懐のように心がゆっくり休めるところを見つけたいと思います。すべての憂い心配と恐れの重荷を下ろして、絶対の信頼と愛の中で安息できることを切に求めている人がたくさんいるのです。私たちの父なる神様は、すべての神の子供たちにこのような平安を与えようと、たっとい贈り物をこの地上に使わせてくださいました。その方が神の御子イエス様です。イエス様がこの地上に来られたので、その方をキリストとして受け入れた神の子供たちは、神様がくださる平安を得るようになりました。主を信じて罪と不法から離れれば、お母さんの懐より温かくて安全な神様の懐でいつも休めるのです。それで今日の本編14節にも、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと御使いたちが賛美しているのです。この時間伝えるメッセージと続くイベントを通して、神様がくださる平安が皆さんの心にあふれますよう、主の皆によって祈ります。愛する生徒の皆さん、いくら世の人々が平和を求めても、人も国もそれぞれの自分の利益を求めるので、世はますます物騒になっていくしかありません。多くの人が平和を切に望んでも、結局世界中から聞こえてくるのは紛争と不安のニュースです。このような世で人々は個人的にも実に多くの憂いと心配の中で生きています。自分だけの問題、目の前にある現実の問題だけでなく、周りの人々の問題まで抱えて苦しみながら、先のことと思いがけない災い、事故にまで備えておかなければなりません。辞書で平安とは無事で穏やかなこととありますが、一生何の心配も困難もない人がどこにいるでしょうか。誰でも平安を求めるが得られず、より多くの財産と名誉権力があれば安らかになれるのではと思って、世の朽ちるものを求め続けます。しかし、いくら多くのものを積みに積んでも、人の限界を超える災いや病気、そして老いと死の前では、自分の無力さを痛感するしかありません。明日のことがわからないから、何が起こるかわからないから、恐れるしかないのです。欲しいものを得るためにいくら争っても、心は深い穴が開いているようで、ようにうつろうで満たされない渇きであえぐのです。家庭の問題、
子どものことで悩まなければならないし、衣食住は解決されたとしてもいつも心配憂いが離れないのです。今は平和で嬉しくて幸せなようでも、1時間後にはどうなるかわからないし、ではどうすれば心に誠の平安を得られるでしょうか。愛する聖徒の皆さん、ヨハネ14の27で、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとイエス様が言われました。この御言葉のように、誠の平安はただ上から神様がくださるものであり、主の恵みだけで望むものです。人が願うからといって得られるのではなく、世が与えることができるのでもありません。名誉を得たからといって誠の平安が続くでしょうか。権力を得たからといって、大統領になったからといって、事業で成功して数百億数千億儲けたからといって誠の平安があるでしょうか。もし皆さんも主を知らなかったなら、世の人のように虚しいものを求めて不安でイライラして辛い人生だったでしょう。虚しいものを求めるからです。しかし皆さんは虚しいものではなくて永遠のものを求めているから、心に誠の平安と喜び幸せがあるのです。今日このメッセージを聞いていても、心には喜びも幸せもなく、不安と心配で心を騒がして悲しみと後悔などがある人がいるなら、虚しいものを求めているからです。虚しくないものを求めている人なら、心に喜びと平安と幸せ感謝が溢れるはずです。だからそれが顔にも目にも現れるのです。しかしこの世の暮らしがいくら辛くても、神様のうちにとどまっている生徒の心には、まるでお母さんの懐に抱かれている赤ちゃんのように静かで穏やかで幸せなのです。どころが主を信じていると言っても、真理の中にとどまっていなくて世の欲を追い求めるなら、相変わらずその人の心には誠の平安がありません。詩編119の165に、あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありませんとあります。あなたの御教えを愛する者には、神様の戒めを守る者には誠の平安があります。皆さんも御言葉の中で生きていれば、誰が何と言っても心は安らかです。喜び幸せ望みが折れます。誰も奪うことができません。世のどんなものにも奪われない誠の平安、喜び幸せがあるということを自分でも認めるでしょう。誰がですか？主の御教えを愛する者はそれを守るのです。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、少しばかりの平和ではなくて豊かな平和があり、つまずきがありません。全くつまずかないのです。父なる神様がすべてを解決して避ける道を開いてくださるから、すべてを働かせて益としてくださるから、つまずきそうでも倒れないのです。信仰で感謝して喜んで祈っていけば、つまずくことはないし、かえって祝福が望むということを皆さんは知っているでしょう。箴言1の33には、しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかであるとあります。私はいつも言っているのではありませんか。御言葉の中で生きていれば災いがないと聖書のあちこちで約束してあります。災いに合わないのです。
しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。全知全能の神様が守ってくださることを知っているから、災いとか病気、家族の問題など全然心配しないのです。この御言葉のように、御言葉に聞き従う時こそ神様がくださる平安を味わえるのです。いくら熱心に教会に通っているとしても、心から憎しみ、争い、妬み、高ぶり、憤り、自尊心、物質や名誉への欲などを捨てなければどれほど悩んで疲れるでしょうか。無視されることを一言言われたら、自尊心が傷ついて、腹綿が煮え返って憎しみが湧いてきます。あの人は私より取り柄もないのに、私よりいい思いをしていると思うと、妬みそねみでひねくれて面白くないのです。自分がより多く持てないからといって着ようとしてしまうので、もっと一生懸命にやってみようとした心さえなくなってしまいます。自分の中に真理と反対のものが多いだけに、心に誠の平安が望まないのです。こんな肉の心を捨てて天国を望んで真理を心に満たしてこそ平安が望み始めます。自分が貧しいけれど、隣人が大きい祝福を受けたとしても、自分のことのように喜んで幸せな心で祝えます。妬みそねみがないので、静かな水のように平安で、自分から着ようとしたり辛くなったりするわけがありません。また自尊心と憤りがなければ、誰かが嫌なことを言って心を刺してもムッとして悔しくなることはありません。身に覚えのないことを言われても、身に覚えのないことを言われてもへりくだって、もう一度自分を顧みて相手に温かく笑ってあげることができます。あるチームと面会がありましたが、自分たちが誤解されたと思ったからか、ずっと言い訳ばかりしていて、私には話す機会をくれないまま面会が終わってしまいました。相手解明しなくてもいいのに、私は全部知っているのに、一から長々と説明していて、私に話す機会をくれないのです。それで心に平安があって、どんな指摘でも喜んで聞き入れる準備ができているなら、こうはしないだろうにと思いました。皆さん、御霊の歩みに入る人はいくら厳しく責められても、肉の人なら受け止められないようなことを言われても、笑顔で喜んで感謝しながら聞き入れるのです。もちろんそういう人には責めることもあまりないでしょうが、仮にあったとして厳しく責めても、笑顔で喜んで素直に受け入れる心になっているのです。皆さんも速やかに御霊の意味に入りますように。さらに全く聖なるものとされれば、不当に頬を打たれても、目上の人に打たれたなら笑顔で穏やかに、私に何か過ちがあるなら言ってくださればすぐ直しますと答えるのであって、私は間違ってません、正しいことをしただけですと言い訳しようとしないのです。目上の人が言うことだから聞いて、自分に過ちがあるなら言ってください、直しますと笑顔で穏やかに話せる器にならなければならないのです。そういう人はいつも一年中幸せなのです。そういう心ならどれほど幸せでしょうか。心を刺すようなことを言われても嫌な気持ちにならないのです。
綿をいくら刺しても音がしますか？霧で刺してもふんわり包んでしまうのです。まだ完全に清められていなくても、熱心に信仰生活をして心から真理と反対のものを一つ一つ捨てるたびに、神様がくださる喜びとより優れた天国への希望がぎっしり望むので、その顔には霊的な光がキラキラ輝くのです。誠の平安を得る方法がまさにこれです。罪と悪を捨てて真理に変えられるほど、誠の慰めと平安を得られるのです。たびたび本教会に外部のお客さんが来られると、教会の第一印象について同じように、生徒さんたちはどうしてそんなに明るくて幸せそうに見えるのかと感嘆されます。これはそれほど皆さんの心に天の平和が望んでいるからであり、つまりそれほど肉を捨てて霊を慕ってきたからでしょう。全国と全世界の生徒の皆さんも、肉を捨てて御霊に属するものをさらに求めますように、人より多く持って味わおうと争うのではなく、すべてのことに相手の利益を求めて、欲張ってこの地上のものを求めるのではなく、神様の義を求めるようお願いします。その時神様が皆さんの行うことに幸いをくださり、皆さんの心には天国の喜びと平安でぎっしり満たしてくださるでしょう。世にはいろいろ目と耳と口を楽しませるものが多いのですが、信仰のある生徒たちはそんなものを求めないで自分から捨てます。それと同時に自分を打ちたたえて従わせ、罪と戦って捨てようと努力します。こうできる理由は、神様を本当に愛するからで、神様が望んでおられる誠の子供になって神様に喜ばれるためです。こういう子供たちをご覧になると、神様はどれほど愛おしく思われるでしょうか。皆さんがこのように神様を愛して自分の姿を美しく変えてきたほど、神様は確かに霊肉ともに慰めと平安をくださいます。主の空間の中で全ての災いから守ってくださり、まいたものは押し付けゆすり入れあふれるまでにして、あるいは30倍、60倍、100倍の祝福をくださいます。ところで、信仰生活をしているといつも楽な道だけなのではありません。時には皆さんがさらに美しい姿に変えられるように、神様が練ってくださる場合もあります。抜け道がない困難に落ちたようでもあり、耐え難い迫害に遭う時もあり、敵が四方を囲んでいるように、先の見えない状況に置かれる場合もあります。やっとのことで自分の持ち場を守って、自分なりに祈って最善を尽くしても、かえってさらに深刻になるように見える時もあります。しかし、このような時も神様により頼む信仰のある人は、決してその心から平安を失いません。この世の人々のように恐れたり苦しみに疲れて気を落としたりするのではなく、信仰によって現実を克服できるし、心から喜んで感謝できるのです。冬の夜がいくら寒くて長く感じられても、ついには朝の太陽が眩しく昇るのを疑う人はいないでしょう。そのように神の子供たちは世の人々と違って、必ず試練の終わりがあり、それに勝利した結果は祝福だと確信することができます。それは神様の愛を信じるからです。ローマ 8-32 に、私たち全てのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうとあり、ヨブ 23-10 は、しかし神は私の行く道を知っておられる、神は私を調べられる、私は金のように出てくるとあります。金のように出てくる金、特に純金には不純物がありませんね。
神は私を調べられる。私は金のように出てくる。つまり金のような信仰になるのです。金のような信仰なら全くせぬるものとされるのです。自分を愛して一人子の命さえくださった神様、求めるすべてに応えてあげたいと思われる神様の愛を確信している人は、たとえ死の谷でも主が自分と共におられるという大胆さがあるのです。もちろん寝られているうちにしばらく疲れる時もあり、いろいろ心を痛めることを見て悲しみの涙を流すかもしれませんが、深い心の底からは平安が離れないのです。試練が大きければ大きいほど、これを通して神様が私をどう変えてくださるだろうか、これをどのようにして祝福に変えてくださるだろうかと、信仰によって告白しながら、感謝して喜びながら走っていくのです。私は開拓してから今まで、開拓前は四方八方から苦しめたり迫害されたりしたことはありません。いつも栄えていました。ところが開拓した後からは、神の国を立て上げる過程で敵である悪魔サタンが吠えたける獅子のように襲いかかるのです。でも全てを信仰で勝利しましたが、本当に四方八方から苦しめられて、お先真っ暗な時もありました。そういう大きい害にあったことも何度もありました。しかし、いくら苦しめられて道が見えなくても、エジプトから出たイスラエルの民の前には海があって、後ろからはパロの軍隊が追いかけてきていても、それでも神様が避ける道を開いてくださったように、いくら大きい苦しみにあっても、いつの間にか暗闇は消えて明るい日差しが差し込むのを今まで見てきました。苦しみにあっても決してつまずいたり害を受けたりしなかったし、かえっていつも信仰で勝利したら神様が祝福してくださったのです。結論です。愛する聖徒の皆さん、マタイ2の9から11には、幼子イエス様を訪れてきた東方の博士たちが全人類を代表してイエス様に贈り物を捧げます。私たちを救うために来られたイエス様に感謝して、黄金と乳香と餅薬を捧げました。では皆さんはこの聖なる日にイエス様にどんな贈り物を捧げたいでしょうか。私たちの魂に幸いを得るようにされて、家庭で職場で行くどころではどこででも幸せと平安をくださるイエス様に感謝して、何を捧げようと準備したでしょうか。また私たちのために天国の美しい家を備えて迎えに再び来られる主に会う時は、どんな贈り物を持ってその懐に抱かれるでしょうか。何よりも主が喜ばれる贈り物は、責められるところのない聖なる心です。清くて美しい花嫁として飾られた皆さんが最も大切で尊い贈り物になるのです。そのような贈り物を完全に捧げるために、今日も皆さんは祈って礼拝し、命尽くした忠実で走っていると信じます。皆さん、いつも神様の前に祈るたびに、今日一日傷もしみもなく正しく生きたのか、神様に喜ばれることを行ったのか顧みるでしょう。ところで1年間を顧みても傷もしみもなかったなら、そういう方はどれほど神様が喜んで愛してくださるでしょうか。私は皆さんがいつも見てるからわかるでしょうが、肉的なことでは心配することが一つもありません。衣食住を心配するでしょうか、子供たちのため心配するでしょうか、妻のため心配するでしょうか。肉的なことでは思い患ったり心配することが全然ないのです。病気にもならないし、そして神様がいつも守っておられることを知っているから、家族の誰かが海外に行って宣教をしても、キリスト教を伝えられない国に行って集会を導いても、
心配したことがありません。どうしよう、危ない国にいたけれど、キリスト教を迫害する国にいたけれど、何かあったらどうしようと思ったことがないのです。そんな心配はいらないのです。ただ神の国を立て上げるための心遣いだけです。そして生徒で皆さんが罪を犯さないでみんな天国に行けるなら、悲しみも心の重荷も減るでしょうが、そうでないからいつも悲しんでいるのです。神の国のために悲しむのであって、家族とか肉的なことで心配することはないのです。いつも喜んで感謝しています。神様が守ってくださるから。皆さんも肉的なことで心配する方はいませんように。神様は何も思い煩わないで感謝を持って祈りなさいと言われました。ただ霊的なこと、神の国のために心を使って悲しむ皆さんになりますように。すると神様がどれほど喜ばれるでしょうか。この世が与えられない神様の平安を感じてみますように。皆さんにあるいろいろな感謝の条件をもう一度思い浮かべて、私はどんな人として主の懐に抱かれようか考えてみますように。それで神様のくださった天の平安が皆さんに満たされて、過去のどの年より幸せなクリスマスを迎えますよう、全人類のためにこの地上に来られたイエス・キリストの皆によって祈ります。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。聞いたメッセージを思いながら祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。私たちを一人子を贈り物として使わせてくださり、誠の平安と喜びと幸せをくださって感謝いたします。どんな状況に置かれても御言葉によって平安があふれるようにしてくださり、神様の前で清められた誠の子供になるようにしてください。今日聞いたメッセージが命となり力となるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会所先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 CCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける地教会と市政で、全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いを下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、体調がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、チューブ関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換地炎症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり歩き走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、
熱も下がれ、父よ傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物で劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ信仰と細胞が生き返って、神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。御子守りの祝福も与えてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵であるは悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その誓い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、2週間もあらゆる仕事を災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。